どうも、なおちんです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は理想的なスキル構成がほぼ完成したのでご紹介します。コメントでもね、どんなスキル使ってるかっていう質問が結構来るんですよ。で、ほぼ確定したのでこんな感じです。和の国を開国するんだ。キャラクターによって一つだけ変わるんですけども、5つはもう固定でいいです。全キャラこの5つは入れてください。本気バースト強化、ヒーローの力、獅子奮陣、勝破、騎士改正の力、この5つですねは、間違いないので全キャラ固定で大丈夫です。で、一つだけ、特殊技強化を入れてるんですけども、ここを、変えるだけで大丈夫ですね。必殺技を特化して使いたいのであれば、特殊技強化、まあパワータイプ、スピードタイプはこれなんかでいいと思います。で、通常攻撃で戦いたい、通常攻撃が強いっていうキャラクターは地上攻撃強化、これを、特殊技強化と変えて入れてください。で、スカイタイプなんかは、空中攻撃強化、これを入れてもありだと思います。まあ、特殊技強化がどのキャラにも当てはまるので、まあ、間違いないと思うんですけども、まあ、この地上攻撃強化、空中攻撃強化、これをね、入れ替えて使うといいと思います。もしくはよ。集中力、そして、踏ん張りを入れて、本気バーストを強化するタイプですね。うん、その4種類に分かれると思います。まあ、とにかく、本気バースト強化と、ヒーローの力、獅子奮陣、勝破、騎士改正の力、この5つは絶対入れるようにしてください。これはね、間違いないです。それでは行きましょうか。いつもは、真の海賊無双をやるんだけども、今回は、最強による試練をやっていきます。たまにはね、違うのを行きます。これが、白ひげが出てくるんですけども、むちゃくちゃ強いのよ。多分、どのクエストに出てくる敵よりも、ここの白ひげが一番強いです。とにかく強い。いた。倒していきましょう。まあ別に倒さなくても、時間をね、経過させればクリアになるんですけども、まあ倒しちゃいましょう。普通じゃ勝てません。それぐらい強い。OK。で、コメントでね、よく、なぜ HP を減らすのかって聞かれるんですけども、それは、騎士改正の力っていうスキルを発動させるためですね。自分の HP が減れば減るほど攻撃力が増えていきます。最大で4倍だね。4倍の攻撃力が増えます。で、今、攻撃力スキルでもうゴリゴリ上げてあるので、自分の HP が、まあ、赤になったかなーっていうぐらいで、最大倍率まで上がるっていう感じですね。 OK。 で、以前までは騎士改正の体、まあ、力と別に体っていうのがあるんですよ。騎士改正の体、それも入れてたんですけども、それはもういらないっていう風に判断しました。まあ、確かにあれば生存率はね、上がるんですよ。ものすごい上がる。でも、スキルじゃない、ステータスが上がってHP がね、結構上がってるんですよね。この状態であれば別にね、必要ない。うん、十分 HP は持つので、そんなにね、防御面を上げなくてもいいかなと思います。 OK。 そろそろいい攻撃力になってきたと思う。でもそれでも全然減らさないでしょ。全然減らないでしょ。それぐらい強いですよ。うわ、全然減らんな。 OK。 でもそれでも倒す。よっしゃ。相当減らんからね、本当に。嘘。覇王色か、やるね。よし、ようやく半分ぐらい。待て、ちょっと本気バーストしてから行きましょう。あー、ちょっと、おお、やたら使ってくるな。
いやちょっと待って、ちょっとゲージ貯める。やたら使ってくる反応色を。よっしゃ、まあ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 、そこそこ減らせるようになってるぞ。よし、OK。わお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 。レイジも本気ブラストしたけども倒せる。おい、白ひげ全然だ。オッケー、いいね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 。倒す、もうちょっと、まあもうちょっとでもないか。こっからがしぶといもんね。本当にあの真の海賊武装の最後の敵のね、本当10倍ぐらいの HP あるんじゃねえかな。あ、やばいやばいやばい、やられそう。よし、ヒーローも入ったけども、少し手加減してやるんですか。行くぞ、どうだ、よしいけた。はい、白ひげ見事撃破することができました。まあ、白ひげ撃破するともうあとはね時間を待つだけなので余裕ですね。はい、それでは戻ってきました。今日はスキル構成がほぼ固まったので紹介しました。この5つは固定でいいです。本気バースト強化、ヒーローの力、獅子奮陣、勝破、騎士改正の力ですね。これはもう間違いなく強いので固定でいいと思います。でそれプラス、特殊技強化か地上攻撃強化、あと空中攻撃強化か、あとは集中と踏ん張りを入れて、本気バーストをさらに強くするか、まあそういう感じで間違いないと思います。はい、やってみてください。ということでまたやってきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。